江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こう車の話続きますけれども、前回もね、車の話ご紹介しました。日本の1月の自動車販売数ですね、ご紹介しました。まあ、そこでちょろっと言いました。アウディの話もね、ここに繋がってくるんですけれども。渓谷でトヨタとレクサス大躍進と、テスラ、アウディが壊滅的激減でね、渓谷が反応してますんで、ご紹介していきたいと思います。それではね、くーちゃん、お願いします。1月の輸入車市場がオフシーズンに在庫物量不足などの影響でマイナス成長を記録した。こうした中、ハイブリッド車の人気を前面に押し出してトヨタとレクサス兄弟が目立った躍進を見せた。5日、渓谷輸入自動車協会によると、1月の輸入乗用車新規登録台数は 13,083 台で、前年同期比 19.4% 減少した。同期間、ほとんどの輸入車ブランドの販売台数は後退したが、トヨタ786台は 196.6%、レクサス998台は 73.3% の高成長を見せた。輸入車市場の半分を占める BMW とベンツは、年中十分な在庫を確保しておくのが普通だが、他のメーカーには需要予測前の物量確保は大きな負担となりかねず、選択と集中戦略を取る。すなわち、販売よりは在庫の問題が実績に影響を及ぼした余地が大きい。昨年、トヨタは8495台、レクサスは13561台を販売した。両社の販売台数はほぼハイブリッドが占める。特に、レクサスの ES300H はベストセラーカー3位に名を連ね、実績に大きく貢献した。昨年下半期から電気自動車市場の成長傾向が鈍化し、ハイブリッドが大案として浮上した。1月の輸入車市場で燃料別基準のハイブリッドが 54.0% で最も需要が高いことが分かった。前年同期の 26.8% から2倍ほど拡大した。一方、昨年8年ぶりに1位を奪還した BMW は1月にも1位を占めた。ベンツは2931台である一方、BMW は4330台の成績を収め、勝機をつかんだ。昨年輸入車3位だったアウディは、不振な実績を上げた。アウディの今年1月の販売は、前年同期比 92.7% 急減した179台にとどまった。会社関係者は、高金利が実績に大きな影響を及ぼしたと話した。アーディと3位の座をめぐって競っていたボルボは1月にも965台と優秀な成績を出した。今月から輸入車協会の集計に含まれたテスラはたった1台だけ販売された。電気自動車補助金が使い果たされた12月から補助金が確定する3月までは電気自動車販売需要が減って電気自動車暗転期間と表現する。テスラもこの期間で販売量が急減したと分析される。超ユニオン渓谷輸入自動車協会海田副会長は、1月の輸入乗用車の新規登録は季節的な甘み月とともに電気自動車補助金未確定による出庫遅延及び一部ブランド在庫不足などで前年同月比減少してと説明した。1月の輸入車ブランド別登録台数は BMW4330 台、ベンツ2931台、レクサス998台、ボルボ965台、トヨタ786台、ポルシェ677台の順だ。一方、アウディは昨年1月2454台を販売して3位を記録したが、今年は179台に減った。匿名を要求した自動車販売業界の関係者は、アウディは相対的に安い価格、好き嫌いなく、誰でも好きになれるデザイン、多様なセグメントの車両ラインナップなどで、侵入障壁が低いため、人気を集めてきたのは事実とし、個人によって好みや満足度が違うことはあるが、アウディのボディシェイプなどが気に入って、引き続きアウディ車だけに乗る人がいるほど、ブランド忠誠度もある方と述べた。続いて、ただ、アーディが価格割引を大幅にしたことで、プレミアムブランドのイメージが削られ、同時に、中古車価格の防御が難しくなり、顧客が離れていくという話が出ているのは問題とし、他の輸入車に比べて、公式サービスセンターが不足し、T-MAP-O と渓谷のカーナビを使用できないなど、ドライバーの利便性が落ちるという不満も、絶えず提起されていると付け加えた。
それとともにアウディがベストセラーモデルを保有しているのは事実だが、商品性改善モデルやフルチェンジモデル発売は他社に比べて遅れているとして、ディーラーの先登録販売方式の要求、無理な販売目標による割り当て性、いろいろな原因による火災など絶えず雑音が出ているのもブランドに反感を買う理由になりうると説明した。はい、そういえば日本もあったね。アウディのディーラーが燃えちゃったっていうのがあったね。そういうのが広がってるんだ。はい、じゃあですね、こちらに対して、警告の反応行ってみましょう。はい、それでは一人目、こちら。キャー、レクサス。ふん、キャーじゃないよ。アウディはなんだ？本当にクエックスになったね。アウディ、フォルクスワーゲンどうした？テスラ1台？補助金がなきゃ買わないんだろ。どんだけ補助金突っ込んでたんだろうね。ボルボはなんでこんなにたくさん買うのか？安全バイラルまだ通用するのか？ワオ、レクサスが粘り強いのもそうだし、ポルシェはわらわら。ボルボはね、なんか広告がすごいよね。ポルシェはマジで何なのか？クエックス、俺だけ金がないのか？ポルシェはカイエンがあまりにも人気が高くて、女性たちもカイエンにめっちゃ乗るよ。レクサスはマジで前線してるよ。おかしいな、ネットではトヨタの不正事件で大騒ぎなんだけど、2月に反映されるのか？騒いでいるやつが車を買う金はあるのか？レクサス？クエックス、わらわら、レクサス、トヨタどちらも5位以内に入ってるよ。ES は来年フルモデルチェンジするのによく持ちこたえているね。詳しいな。アウディはなんであんなことになったのか。ディーゼルゲートが爆発して、後には海外とオプション差別もする。いつの話？ちょうどいい新車がない、ひとまず。アウディ？ああ、そういうのもあんだな。サービスセンターもめっちゃ悪名高い。そうなの？テスラ撤退して日産再び連れてこよう。断る。アウディ、フォルクスワーゲンがジープに押されるだって。反ヌチ強風が収まるので正常化しているんだね。はい、ということでね、それではチャットの反応いきましょう。アウディ大変だね。っていうことは今アウディ安いってことか。アスファルトもタイヤもボロボロになるのが EV や。アウディ好きだったんじゃなかったっけ？アウディ、2026年から F1 参戦のに大丈夫か？ねえ、警告のこう、なんつうんだ、こう落ち込み具合が半端ない。日本も落ち込んでましたけどね。だから選択と集中という戦略が消費者から飽きられる原因なのがわからないのかね。アウディ、まさかろくな戦略なしで。一台はイーロンマスク劇のコプンプン丸。補助金ついたらまた売れるのか？かも。余剰電気作れないのに電気自動車いらないだろうに。あれだな、アウディ程度では警告女を振り向かせることができなくなったのかな。あー、でも修理費、パーツ代の高さ、中古価格の低下、どの国の EV も一緒。いろいろな原因による火災警告車のお家芸を奪われたんだ。高金利が実績に大きな影響？どんな分析なんだよ。お前らは見えで車買うだろ。借金してでも購入するから BMW が売れてるんじゃないのか。うちの近所にもアウディの正規代理店あるけど、ここ1年くらい外に並んでる車変わってないのよね。わら。セルチェンジないの？レクサスも息の長いブランドになったから中古車なら手が届くんじゃね。あ、でもあれだよね。外車って基本的にモデルチェンジの、なんつうのか、期間が長いからな。テスラはエンジンを牽引するのが A で、でアメリカ人がやってたけど、それって HV や PHV やないんけ？サービスセンターの態度が悪いのは、そのサービスセンターの対応者が警告人なだけだろ。あ、そっか、アウディとホンダの2社が EV 全振り宣言したんだったな。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。